皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。詩編103編、ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私の内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上はるか高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離れさせる。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。人、その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所さえもそれを知らない。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。主の計画を守る者、主の戒めに心を留めて行う者に、
主は天にご自分の王座を固く立って、その王国はすべてをすべ収める。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。主の御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主が治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。ジャパンオールスターズの曲で、主は私を守る方、どうぞお聞きください。主は私を守る方、右の手を覆う影、眠ることもまどろむこともなく、いつも共におられる。
ての恐れ消え去って平安が心に満ち溢れる主が共にいる主が共にいる私を守る方私を守る方ここからは恵みあふれる聖書からのラブレターグッドニュースをお届けします。今日のグッドニュース。おはようございます。糸満市のゆいまわる教会の牧師の長尾信也です。今朝の聖書のメッセージはコリント人への手紙第2、3章18節です。はじめに聖書の言葉をお読みします。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊の働きによるのです。アーメン。私の妻がいつも通る道で工事をしていて、そこにすごく元気なおじさんが、交通整理をしているそうです。いつも赤い棒をブルンブルンと元気よく振り回して一生懸命頑張っている姿を見ると、頑張っているなぁと私の妻も元気をもらうそうです。私たちの教会にもこういう人がいます。愛さんというこの方は、教会に来る前は38年間ヤクザ一筋でした。蝶がつくほどの短気で、ついたあだ名が瞬間弱化式。教会に来るようになっても、たびたび人とぶつかっていました。そんな愛さんですが、去年、教会に出入りするようになってから、聖書の教えと教会の雰囲気がすっかり気に入ってしまって、イエス様を信じて生きていくことに決めました。こういう人はもともと一途なんですね。イエス様を信じてからというもの、ヤクザ一筋から、教会一筋になりました。以前は暴力団事務所に入り浸っていたのが、今は教会に入り浸っています。教会に来るのが楽しみで楽しみで仕方なくて、ここが俺の家だと言っています。土曜日は子供食堂で子供たちにご飯を作ってくれて、日曜日は礼拝が始まる3時間も4時間も前から教会に来て掃除をしています。この人は何をやるにも一生懸命です。そして顔が輝いています。ヤクザの世界で鍛えられていますから、掃除も洗い物もとっても上手で、そして早いです。昔は早くしないと親分に怒られていたから、怒られる前に終わらせるという習性が身についているんですね。こういう人がいるととっても助かりますよ。皆さんの会社にも元ヤクザの人はどうですか？それで、偉いなと思うのは、一回り以上も年下の私の言うことでもよく聞いてくれるんです。教会のお手伝いですから、給料が出るわけでも何もないんですけれども、彼は喜んで喜んでやっています。たまに間違えて、牧師と言わずに、兄貴終わりましたとか言うんですけれども、一生懸命やってるから本当に応援したくなります。私が彼に聖書を用いてアドバイスをすると、たとえ私のアドバイスが彼の思いとは全然違ったとしても、いや、全然違うに決まっています。ヤクザの世界から教会に来たんですから。それでも彼は、はいと言って言うことを聞いてくれます。彼は変わりたいと強く願っているんです。そして、俺は短気を治したい。祈ってほしい。といつも言います。もちろん祈ります。そして彼は教会に通い続けています。ゆっくりですけど、少しずつですけども、だんだん変わってきました。
怒らなくなってきました。そして周りの人と仲良くしようと努力しているのがすごく伝わってきます。彼は今までこんな生き方をしたことがないのです。今日の聖書の言葉です。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊の働きによるのです。鏡のように主の栄光を映すとあります。神様は見えませんけれども、彼が少しずつ変わっていく姿は、神様が生きておられることを映し出しています。38年間ヤクザだった人が、ゆっくり少しずつ変えられています。これはまさに神様の働きによるのです。今日もラジオをお聞きの皆さんに、神様の祝福が豊かにありますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。グッドニュースはいかがでしたか？次は中山雄太さんの曲で約束の日、どうぞお聴きください。
ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛み、肉体の病、また霊的な相談を受け付けております。問題でお悩みの方は那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後7時半から行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ098-988-4787 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっていますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間にお会いしましょう。